北朝鮮は朝鮮戦争の休戦協定締結から70年の節目となる今夜、軍事パレードを行いました。関係筋によりますと、北朝鮮は今日午後8時ごろから記念式典を開始し、その後軍事パレードを行ったということです。北朝鮮が金正恩政権となって以降、軍事パレードが開催されるのは今回で14回目となります。パレードに先立ち、北朝鮮は新型の無人偵察機や無人攻撃機とみられる機体を展示していて、軍事パレードにも登場した可能性があります。ロシアのショイグ国防相や中国の李鴻忠全人代副委員長が今回の軍事パレードを参観したとみられ、アメリカを念頭に中国ロシアとの連携を強調する金総書記が演説を行ったかについても注目されます。